major Grand Prix event in China and took the gold in Budapest to qualify for the Grand Prix final, where she finished in second place. Please welcome the ISU World Junior Figure Skating Championship silver medalist for 2005, Yuna Kim. ここからは銀メダリストになります。韓国の14歳女子シングル銀メダリストはユナ・キムでした。これからが楽しみな選手の一人ですね。そうですね。本当に伸びてきてる盛りですからね。はい。ですから非常にいいですよね。まあ、そんなことばかり人の国を褒めてるわけにいかなくなってしまうかもしれないですけど。彼女は14歳、浅田真央選手と20日違いです。同じ9月生まれなんです。まだこの洗練されるまではまだちょっと日にちはかかるでしょうけども、こう素材としては非常にいいですよね。そうですね。非常に独創的というか、はい、レベルがもらえますね。そうですね。彼女は難しいポジションでそれも早く回りますね。そうですね。シニアの年齢に達していませんので、今シーズンは韓国で四大陸選手権が行われたんですけども、それには出場することができませんでした。でもエキシビションには呼ばれていて演技を披露したということです。あ、そういえばユナキムが来るって言ってましたよ。あ、そうですか。いや、それあどうしてジュニアと両方出られないのって私が聞いたら、いや年が足りない、どちらかというとやっぱりやはり真央ちゃんみたいにあまりその力を使わず、はい、こう自然体でいってますよね。そうですね、ですから今年のシーズン初めの頃、ユナキムが1位、はい、グランプリシリーズのジュニアで1位っていうのが入ってきてるじゃないですか、もしかしてどういう選手かなと思った時に、いやカナダに見てるでしょって言われて、あの子なのって私が言ったら、そうって。あ、そうでしたか。女子シングル銀メダリスト、韓国のユナキムでした。韓国に初めてのチャンピオンシップのメダルをもたらした選手です。They have been a team for the last 2 years and have made a great impression. されています。ISU World Junior Figure Skating Championship グランドフィナーレを迎えます。2005世界ジュニアフィギュアスケート選手権エキシビジョンです。今年の世界ジュニアには43カ国から171人の選手がエントリーしました。しかしどの種目も途中棄権になりました。風、そうですね。外は雪、そして中は暖かいので風邪ひきやすいですよね。乾燥してますから。そうなんですね。日本のチームもやはりその湿度に来シーズンは見たい年です。来年の世界ジュニアはオリンピックの後3月にスロベニア